自己関係については、意思疎通については、それぞれお互いに配慮していく必要がある。東京都のような現状については、大変残念。菅前総理大臣は次の衆議院選挙で、公明党が東京の自民党候補に推薦を出さない方針を決めるなど、自公の対立が深まっていることについてこのように述べました。また早期の解散については、政治行政に空白が生じるとして反対の考えを示しました。一方、菅前総理のふるさとである秋田県湯沢市には、地元の有志の寄付で自身の胸像が制作され、除幕式が開かれました。